はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は勉強についてのお話をしていきます。過剰学習ということで、なんかめちゃくちゃ学習すんのっていうと、めちゃくちゃ学習します。で、確実にこれをすると頭に定着するっていう、まさにもう理想的な勉強方法なんですけれども、話をすると、勉強をね、皆さん日常の中で、まあ、こんな動画を見るくらいですから、普段からされている方多いと思うんですよね。です。どうせ勉強するなら、例えばどんなことやってもずっと覚えておきたいっていうのがこう願いとしてあると思うんですよ。でそんな中、例えば、まあね、学生さんはじめ、これは多くの人の念願っていうところだと思うんですけど、受験勉強にしろ、資格の勉強にしろ、まあ、本を読むにしろね。で、テキストとか本を読んだら、頭から離れずに、まあ、確実な知識として記憶しておきたいと思うんですよ。でも実際はその読んだこととか覚えたことっていうのを何度も繰り返さないと、まあまあよくて翌日にはほぼほぼ忘れてしまうのがオチっていうことだと思うんですね。じゃあアピアってどういう意味とかね、アプリシエイトってどういう意味ってなると、日本語訳した時にってなっちゃうってことなんですね。だから学んだことをより確実に定着させていくためにはどうしたらいいかっていうと、今日ご紹介する過剰学習っていう方法があるということだったんで、それを今日ご紹介してまいります。で、過剰学習って一体何っていうと、これはですね、自分でこれ以上やっても変わらないなっていうくらい勉強をし倒した後に、さらにそこから20分から30分くらいの同じトレーニング、同じ勉強を繰り返すっていうことです。例えば何かっていうと、例えばですけど、英単語を10個覚えるっていうのを繰り返したとしましょう。で、完璧に覚えたと。もう忘れることはないなっていうところまで自信を持った状態に持っていくと。で、そこからさらに20分かけて同じ単語をもう一回10個覚え続けるっていうことなんですよ。で、ミソは十分できたと。もうこれで忘れることはないっていう段階まで持っていってから、さらにしつこくしつこく同じ学習を続けていくことなんですね。で、実験としては、参加者に8回の記憶力トレーニング、記憶トレーニングっていうのを実施してもらいました。参加者を2つのグループに分けるんですね。参加者を2つのグループに分けるんですけど、全員まずは8回のこの記憶トレーニングっていうのを実施をまずしてもらいます。で、その上で、まずは20分の過剰学習っていうのを行ってもらいますと。で、2つ目のグループは何もしないと。過剰学習しませんっていうことですね。で、全員に30分の休憩を挟んで、ごめんなさいね。全員の30分の休憩を挟んで、似たような記憶トレーニングっていうのを別でさらにまた8回実行してもらいますと。で、翌日にどれだけ覚えてましたかっていう記憶テストを行っていくと、その結果どうだったかっていうと、過剰学習、要は20分の追加の試験、トレーニングを続けたグループに関しては、トレーニング成績っていうのがものすごくアップしたんですね。で、過剰学習を行わなかったグループに関しては、2番目のトレーニング、追加で行った8回のトレーニングに関しては成績は良かったんですけど、1番目の覚えた記憶トレーニングに関してはボロボロだったと。ところが、過剰学習を行ったグループに関しては、まあ、2番目の成績に関しては、その何もしなかったグループと比べると、まあ、良くはなかったっていうことなんですね。だから、過剰学習を挟まずに別の学習っていうのを取り組んでしまうと、最初に学んだことっていうのが、まあ、抜け落ちてしまうという結果だったんですね。だから、せっかく単語を10個覚えても、新しい単語を15覚えたとしたら、前の10個っていうのは忘れちゃいますよっていうことなんですね。だから、過剰学習っていうのは、古い勉強をしたことでもずっと定着させていくためには、非常に効果の高い学習方法だということなんですね。じゃあ、過剰学習がそもそもなんで意味があるのっていう理由を探っていくと、脳のメカニズムっていうのは、その勉強のたんびに変わるからなんですね。どういうことかっていうと、こういう流れていくんですね。何かっていうと、新しいスキルを学ぶと、脳がまず学習モードになるんですよ。新しいスキル、これ一生懸命覚えていくぞ、勉強するぞっていうモードになって、で、学習モードのまま、何もしないで別のスキルっていうのを練習、まあ、要は習得のための勉強をしていくと、その情報っていうのが前の情報を上書きしてしまうんですよ。さっきの例で言うと、単語10個覚えました。で、過剰学習をしないまま学習モードに入っている状態で新しい単語10個覚えてしまうと、またその新しい単語10個のために前の10個の単語を消し込んでしまうっていうことなんですよ。結果最初に覚えたことを忘れてしまうっていう結果になるんですね。だから脳が新しいことをどんどん学ぶっていうことは分かったんですけど、後から入る情報によって抜け落ちやすくなるっていうことなんですね。
ところがそこをカバーするために過剰学習っていうのを行うと、新しいスキルを学ぶおかげで学習モードにまずなりますと。で、学習モードから過剰学習、もうこれ以上覚えられへんやろなって思った状態からさらに定着をしていくために過剰学習というのを行っていくと、脳がこれは覚えなくちゃいけない情報なんだって定着モードになってくれるんですよ。そうすると最初の情報っていうのが温存されるので、新しいスキルを学んだとしてもその前に覚えた単語10個は覚えたままになるという、こんな素晴らしい素敵な効果があるんですね。じゃあどうやって行えばいいのっていうのを最後にまとめてお話をしていきます。何かっていうと、過剰学習を行うっていうのはそのプラス20分30分勉強時間を取るので、当然時間がかかるっていうのも事実なんですよ。でしかも新しく学んだ情報っていうのも前の情報がちょっとまあなんて言うでしょうね、圧迫していって若干定着しにくくなっちゃうっていう、ちょっとずつデメリットもあるんですね。ところが時間についてはその休憩を使ってコントロールして、休憩を挟むことによってどちらの情報も定着がしやすいように脳がモードを切り替えてくれるようになるんですね。要は、例えばですけど30分間過剰学習を行いました。で、次の新しい単語を覚えるためにいきなりすぐに新しい単語に入っていってしまうと、その最初に覚えた方の10個の強烈な記憶が残っちゃうので、3時間くらい休憩するといいと。3時間くらい休憩したら前の覚えた10個の単語の情報も残っているし、後から覚えた10個の単語の情報も定着しているという、そんな状態になるんですね。なので過剰学習と休憩をうまく混ぜ合わせることによって覚えたいことっていうのを確実に定着させるようになります。ですから皆さんが読書の中身にしろ、受験勉強にしろ、資格の勉強にしろ、身につけたい知識があるときに関してはぜひこの過剰学習っていうのを使っていただけると非常にいいのではないかなというふうに思います。ということで本日は過剰学習勉強方法についてお伝えさせていただきました。ということでまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。またね、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。